皆さんこんにちは。今回もちょっとガチャ動画を撮っていこうかと思うんですけど、まあ、こっちね結構ね話題になってるので、まあ、こっちから引きたい気持ちもあるんですが、まあ、これがね9月4日までということで、でこちら9月11日までで、まあ、こっちのが、まあ、期間が、まあ、ちょっと、まあ、あの終了が後ということで、あのこっちをね先に引くんですが、まあ、これねなんか動画のコメントでもあったんですけど、なんかみんなこればっか注目してるから、まあ、これが一番強いのかみたいな、まあ、言ってる人はいたんですけど、これねこれ強いんですよね。あのコネクトチェーン効果、スキル命中時自身にかかっている防御バフスタック50、15増加させる、これね、まあ、強いんですね。まあ、このこれ自身についてるこの固定値は、まあ、強いっちゃ強いけどそこまで、まあ、強くはない、まあ、強いのかな分かんないまあ強い場面もあるかもしれないけど基本的にはそんなでもないみたいな感じで、ただこれあの防御パーセントの、スタックバフですねあったら、まあ、これが、まあ、すごく強いので、まあ、これは引こうとは思うんですよ。まあ、あとこれはね、まあ、235カオス保安ですね、85層フラボスのカオス化したやつとか、まあ、そういうのやるときに、まあ、なんか良さげですよね。なんかアクアパイル維持できそうで、ただこの、まあ、バイパーっていう攻撃モーション俺は知らないんで、まあ、あれ既存のだったか忘れた。なんで、まあ、これだけじゃないんですよね、まあ、強いやつは。あのライトマジック、あとそのね、あのクールウィッチもまあ使えるよみたいなコメントもあったんですけど、まあ、あのクールウィッチは全然ねあの使えるし、俺別にクールウィッチが弱いとかは言ってないんですけど、まあ、確かにあの青バラキリトとねあの組み合わせてすごく、まあ、使いやすいスキルではあるんで、まあ、ただあのそうですね、シノン条件満たしやすいその青バラキリトとセットで使えるっていうのはあるけど、まあ、結局その、 あのめちゃくちゃスキル揃ってる人だったら、まあ、理想編成で言うとそのストレアのライトマジックのが入ったやつが一番いいっていう話ですね。本当にスキル揃ってたら、あんま揃ってない人は、まあ、あの青バラキリトと、まあ、クールウィッチ の、 あの、まあ、組みやすいですよね。組みやすくはあるとは思います。すごくあのそれも全然ね悪い編成ではないです。いいとは思います。俺もね、まあ、今のところクールウィッチでやるっていう感じで、でまああのそうだね、あの劇的に変わんのかな、こうライトマジックだけのやつ。まあそんな変わんない気はする。まあやっぱ理想編成目指してる人はやっぱりそういうあの、ね、バイタルアセンションまでついてる方がまあいいかもしれないですけど、まあそうですね、クールウィッチ俺も持ってるんで、まあ、正直お金あんま使いたくないってなったら別に引かないみたいな選択肢もまあ、全然ありますし、まあ、これだと確かに青バラキリト持ってる人からしたら、まあ、これはシノンではないんでちょっと、まあ、条件満たしにくいかなとは思うんで、まあ、それはあの所持スキルと相談ということで、まあ、それが一番いいと思います。これスイッチゲージ84か、まあ、80、あ、まあそうですね、アクセル大体スイッチゲージ増加量が多い効果がついてると、まあこれはね後で引く感じで、でまあ、本当はね、これね、9月までなんですよ、期間がこれ。9月までなんですけど、その、まあ、9月にクレジットカード使って、課金した方が、俺の使ってるクレジットカードの引き落とし、翌月なんで、まあ、10月に引き落としになるんで、9月に課金しようかと思ったんですよ。思ったんですけど、よく考えてみたら、アルカナジェム増量キャンペーンみたいなのがあるじゃないですか。これ確か、なんか5日ごとしか来なくて、で、もし、その9月に、課金したとして、例えば、まあ、9月4日までじゃないですか、こっち。で、9月になったばっかで課金したら、もう5日後ってこれもう終了してるんですよね。ガチャの開催期間終わってるんで、今のうちに、このアルカナジェムのお得パックを、まあ、引いておかないといけないのかなと。まあ、思ったので、1万円課金してきました。で、まあ、当然、まあ、さっきから言ってるように、まあ、こっちじゃなくて、まずはこっちからね、決戦切りとか入ってる方から、まあ、引いていこうかと思うんですけど、決戦切りとが、これが一番欲しいんですけど、
まあ、これが出たとしてもね、まあ、とつやみのフルバーストなんで、まあ、カオスブラッケンできなくはない。ただ、まあ、カオスホアンもね、あの初期フルバーアスナあるんで、まあ、できなくはないと思うんで、まあ、そっちちょっとまだやってないですけど挑戦していこうかなと、まあ、思ってるんで、まあ、これはね出たら出たで嬉しいんで、まあ、とつやみどうなんだろうね、片手再建今後強くなるんですかね、ちょっとわかんないですけど、今のところは弓の、まあ、タゲガイ、まあ、モッドで言うとタゲガイが強くて、まあ、フルバーストは攻撃 200% 効果なんですよ。って考えるともしかしたら、まあ、あのバフとかいっぱい持ったら片手再建のフルバももしかしたら強いかもしんないけど、あの結局ボスの特徴によるあのダメージ軽減バフとかついてたら、まあ、弓の方が、まあ、強い感じですね。であとはこのそうですね、こっち当たってもまあ惰性のモッドなんで、まあ、カオスナーシャ、まあ、いけなくはないですけど、まあ、できればフルバースト欲しいですよね。ただこれあったら、まあ、俺斧の惰性のモッドが2枚あるんで片手、あでもうーんどうなんだろうな、これ強いのかな。ライトアップスイング、あスイングなんで結構モーションは早いんですね。まあでもカオスナーシャ、まあ、カオスクリームアイズ俺できるんで、そんな俺にとってはそんな重要ではないし、まあ、これはあんまり今のところあんまり欲しいとは思えない。まあでも69層フロアボス行く人はもしかしたらこれ使えるのかもしれないですけど、まあ、そこはちょっとわかんないですけど、まあいろいろ言いましたが、まあ、この決戦切りとかね、まあ、欲しいんでちょっと狙っていこうかと思います。一周12,250ジェムか。まあ一周引いてみてどうだろう、出るまで引くかどうかなんですけど、まあ出るまで引くか、そうですね、決戦どうしても欲しいんで、でこれが、まあ、突攻撃時攻撃力 35% ってあるんですけど、まあ、多分ね強いと思うんですよね。ダークコンバージョンはついてますけど、なんか決戦ってちょっとなんて言うんだろう、歴戦の2枚目でしかもフルバービーっていう感じがするんですよね、まあ、俺的に。まあ、フルバービーじゃない決戦もあった気はするんですけど、歴戦決戦みたいなのが、まあ、テンプレにはなりはしないとは思うんですけど、例えば斧だったら攻撃パーセントより、まあ、もっといいやつがあるんです、コテージとかあるんで、まあ、ただこれはなんかあったら俺的にはいいなと思ってて、俺はやっぱソロカオスとかやるとき、まあ、片手再建とかね使いたいんで、まあ、もちろん弓でやることもあると思うんですけど、片手再建でやる場面があるかもしれないし、もしかしたらまあ片手再建ね、今後強くなるかもしれない、まあ、まだ分かんないですけど、まあ、ただこのそうです、決戦が本当にいいと思ってるから、うん、多分ねいいと思う。まあちょっとごちゃごちゃ言いすぎてもね動画がねちょっと長くなりすぎちゃうんで、ここまでにしとこうか。じゃあちょっとねこれをね引いていきますかね。ステップ1ですね、まあ、ステップ1でさすがに、まあ、決戦は出ないと思うんですけど、あいいですね、あの背景が、まあ、決戦出たら出たで、まあそれはそれでね、カジッコ暮らし来ましたね。まあまあ、出たら出たで、まあ、退散して、あカタンの開拓者カタンの開拓者来ましたね。もう盾は盾、あレベル高い、よし星2だ、すごいレア度高いですね星2。ああ黒崎駿来ましたね、黒崎駿。これえあアビリティ決戦欲しいな、決戦決戦、おお来るか、え演出なし、演出、おや、あ演出あるじゃん、あ演出ある方がいいとか、フルバー、あおお来た、撤退しよ。俺も着てみたけど似合ってるかどうかわからないな。あボイス追加されてる、あ俺も着てみたけど似合ってるかわからないなだってへえボイス追加してくれた黒崎駿。次アビリティ、いやーでももう撤退ですね。そしたらもう、攻略、未来攻略会議じゃね、未来会議オーダーに行っちゃっていいですね。もうおけつ牙を置きましたね、おけつに剣の牙を置きましたね。こちらなんだ
こうハンサム男ハンサムヒゲ男、ハンサム、あれヒゲ生えてたっけ、クライン、ハンサムハンサムですけど、小さな勇者ゲット。これあれですね、なんかこのお祭り、あの毎年なんかお祭りのイベントあったと思うんですけど、あ、毎年だっけ、なんかユナライブとか、まあ、それっぽいですよね。鎮静の峰鎮静の峰これ言っていいのかな、ちょバンされないかな、鎮静の峰メランコリーメンヘラ女、あ、いいですね。あー、これもうね、やった、これやった、マジこれやった。もうあの浴衣のね、あのほんとね、あのボイス追加して、あれボイス新しいやつだよねこれね、あのギャラ声優さんにギャラ払って、あれかな、あれ、そあれやってもらったんかな、へえ、なんか新しくあれですね、ちょっと力入れてきたんですかね、狙った獲物は逃さない、あ、狙った獲物、そうですね、あのもうこれもう引かなくていいや、でもうん引かなくていいや、とつやみ、うんうんうん、ジェム温存でこっち引こう。あー、福袋もねちょっとね、あの魅力的ではあるんですが、これライトマジックは俺はクールウィッチ持ってるんで、まあ別に、いや、まあさらなる強さ求めるなら欲しいですけど、片手直剣でそんな力入れなくても、まあどっちかっていうとタンク専業なんで、まあソロカオスやりたいから、まあ、こっちのアスナは俺的には欲しいですけど、多分みんなはねこっちの方がね、まああの始めたての人とか欲しくなると思いますけど、これですね、これが一番欲しい。もうこれ出たら撤退したいけど、まあ、これも欲しいですけど、これ手に入んなかったらもう入手できないと思うんですよね、これ逃したら。未来会議のコラボのやつなんで、これのアバターはどうでもいいんですけど、あれ？メモリア小石？あ、メモリア小石2個じゃなくて2種類か。あー、まあでも当たったら当たったで嬉しいけど、まあでもキリト、あ、でもキリト、まあいらないか。まああってもなくてもって感じかな。だからこっちの片手直剣コネクトが、まあ、欲しいんで、まあ、続けてね、ちょっとね、引いてみますか。引いてみましょう。散々ね、運営にね、苦衆を舐めさせられてきたんですけど、ステップ1で出たんで、まあ、かなりね、印象は変わりましたね。ゴリゴリ娘、ゴリゴリ女、ゴリゴリ小学生、ゴリゴリ夢中、デュイン、デュイン、あー、サンビカリ、あれかな、着替えのメイスかな、着替え、おき、あ、カジッコ暮らし、カジッコ暮らし、あ、アビリチ、アビリチは、ライマジ、あー、頼れない兄貴、槍は、なんだ、けなげ、声高らかに、レイピア、あー、なんで3、え、3? おや?なんだこれは。あ、キュイーンって言ったよ、これ。キュイーンって、あ、やったあ、すげえ。はじめまして、私、アスナと言う。あ、これははじめまして、私、アスナのままなんだ、こっちは。これもしかしてボイス聞こえるように、ボイスだけちょっと、あれ、音量上げて動画撮った方がいいかな。類人猿リュール、類人猿だが、あれ、なんか、か、あの、魔性石、あ、惰性石器とか使ってた、類人のだが、類人猿、ミヒマル GT、ミヒマル GT、あ、でもアクアパイル来たのは、まあ、大きいな。お、片手ちょつけん来ましたね。ハンサムガイ?ハンサム、あ、サムライソウ、ラストサムライ?ラストサムライ。かっこいいね、ラストサムライ。お、ダガー、イエス、ダガー。三、類人猿。あ、チンチン星の峰マテル来ましたね。これさ、絶対バン、これバンされる。チンチン星はちょっとバンされる、もしかして。
ちょっとね、ちょっとね、あ、ち、ちんみね、ちんみね、マチル。ちんみね、マチル来ましたけど、これ、バンされないか、ちょっとね、あ、3回光りましたね。あ、カジッコ暮らし。カジッコ暮らし結構来るな。あー、これね、めっちゃ光ってますね。アクアペア、アクアパイパイル。アクアペア、ペアル。来ましたね。いや、でもね、これね、これ欲しいんですよ。これ欲しいんで、ちょっとね、捨てに行きますね。捨て5まで行っちゃうか。あ、弓はいいな。フラッシュ、たかない女。オーノー。オーノーはピックアップに入ってないですね。あ、サンビカリ。バリカン男来るか。バリカンアタッカー。バリカン。あ、バリカンアタッカー。もうバリカンでもう髪剃った後ですね。もうハゲてますね。もう誰かがあの黒豆って言ってましたけど、あ、黒豆みたいな感じだから、あの頭。真実の弓。真実。また真実を追い求めた。真実ってさ、何が、あ、身が違う、あれ、なんか身が出てくる。真実の、信じてるよ。勇気を出して。勇気を出して。勇気を出してよ。勇気ね、出なかったね、原作だと。勇気出して。勇気りんりん元気はつらつ。興味津々勢いよ。あ、小さな勇者ゲット。元気を出して。元気を出して。なん、元気、なんでそんな出してって。もう元気ない時に言われてもそんな。小さな勇者ゲット。小さな勇者ゲット、あの、ニコスで、あれ、こう、あれパワー3000で、なんか、可能なら毎ターンアタックしなければならないみたいな感じだった気がします。多分何言ってるか分かんない人は何で。アグレッシブガイ。アグレッシブガイ。おう。アグレッシブガイ。アグレッシブ。アグレッシブベースライナー。おう。縦こう。ミヒマル GT。ミヒマル GT。気分上々。だが。3回控えます。類人猿これ。類人猿。あ、類人猿来た。類人猿ね、サバイバル生活。類人猿だが、リュール。リュールついにね、無人島に放逐。放逐なんか、畜産業になってますけど。放逐って、あ、類人猿また来た。あのね、類人猿ね、舐めんなって感じですね。霊長類、舐めんなっていう話なんですけど。斧来ましたね。3回も光った。あー、バリカン。この斧がバリカンの代わりですね。あー、充実した捨て荷でしたね。何も来なかった。何も来なくて充実した日々。あ、片手チョツ剣は、コネクティングで来いや。冴え渡る。冴えてるね。冴え渡る剣才。もう冴えてるね。もう今日冴えてる。冴え渡ってる。強い。あ、青木の方か。木刀の、あれなんか、剣が、青木。青木ってど、なに、どれ、どんだけ静かなんやろね。青木。あ、真実の弓。信じられる身。で、なんでさ、木の実なの、なんか弓持ってましたけど、なんか木の実、信じ、いや、勇気って、信頼の名工技術、アビリチーはライトマジックでお願いします。ライトマジックでお願いします。お願いします、ライトマジック。あ、おけつ牙王、おけつトゲトゲ、頭トゲトゲ、おけつトゲトゲ。地にはボラギノール。あー、これは3回光りましたね。あらまあ、もうやめて。この演出ね、可愛くていいんやけど、はじめまして。私、アスナと言います。よろしくお願いします。アビリティー、ライトマジック。ノー、ライトマジック。お願いします。ライトマジックください。おう、アンハッピータイム。
ライトマジックください。もうね、弓じゃない。なんだよこれ、弓じゃないでしょ、弓じゃない。フラッシュ焚かない女、もうどう考えても攻撃モーションでもフラッシュ焚いてないですよ。フラッシュアーチャーとか言ってるけど、弓打ってるだけ。フラッシュ、あ、でもこうソードスキル光ってからあれフラッシュなの。いや、それ言ったら全部フラッシュ。小さな勇者ゲット、もう小さな勇者ゲットの中身この男の子なんですよ実は。デュエマコラボ、はよ。賛美狩りか、賛美狩っていく。はい、先行、お先行、お先行ヒロイン、お先行、先行のアスナ、先行っていう、あらま、あらま、もう来ないで、もう来ないで、アクアパイル。何あらま、あら、はじめまして、私、アスナと言います。アクアパイル。はじめましてじゃねえ、さっきあったでしょ、はじめまして。生配信とかで、はじめましてじゃないのに初見とかで来てますけど、ああいう感じのノリで来てるんですかね、なんか。片手ちょつけん、来てくれよ。片手コンで、もしかして4回光る、あ、ちゃうよね。あ、置き替えメイス。棒では最強女。あー、盾の勇者来るか。盾、なんか来るか。あ、鋼の意志、黒崎駿、もう鉄の意志と鋼の強さでとか言ってやるよ。もう黒崎駿いらんねん、もう。黒崎駿、ゲーム違うよ。かじっこ暮らし、かじっこ暮らし結構来るな。ライトマジック来てください、来てください。アグレッシブガイアグレッシブガイ、アグレッシブって、アグレッシブガイ。星が2回光ります。頼れない兄貴頼れる男になってくれ、頼むから。頼れなすぎるマジで。自称頼れる兄貴何が頼れる兄貴やね頼れる仲間みんな目が死んでる。あ、味方ファイヤー女、味方ファイヤー小学生、味方殺しの女戦士みたいなやつ、あのミスマッチファイヤー。お、片手直剣来たか、来た。コネクト演出がない、コネクト、あんしかも確定枠じゃなかったいや全然、あのね、すげえ欲しかったスキルではあるんで、あの、まあ意外ではあったんですけど、まあ嬉しい。あ、レッドスマイリング、レッドスマイリング紅の微笑み、レッドスマイリング、ハンサムガイハンサム男、ハンサムのね、ポーズ決まってますよね、ハンサムね。あの、なんか探検家なんかはね、なんかね、ちょっと手あの、ゴリゴリ小学生、ゴリゴリ小学生、夢中になるゴリゴリ小学生。オーノ何行きますか。オーケアレスミス、ゴーワンスミス。オー、これいいですね。オー、てか確定枠ないね、確定枠じゃなかったね今のね。ステップ5いきますかね。異界の騎士は確か持ってなかったんで、で確かスイッチ時にあの 10% 回復して、で、まあ、タンクとかでは、まあ、あの裏セットスイッチとかで使えるのかな。あ、ピュアリクエスト、リクエスト、ピュアリクエストってどんなリクエスト。ピュアリクエスト、ピュア、なんかピュアなお願いしてるって。ピュアリクエスト、なんちゅう、おう、ゴーワンスミス、ケアレスミス、ケアレ、なんか、すげえしょうもないダジャレだけど、なんか、ケアレスミスのこと、ケアレスミス氏って言ってる人いた、なんかあの、高校で、あ、ハンサムガイ、ハンサム男、クライン、あの、なんか、大学への数学、1対1対応の、あ、1対1対応じゃない、なんか、毎月来る雑誌みたいな。
あ、ルローニ剣心、一途な剣心、ルローニ剣心、ルローニ剣心、うん、お、3回光った、お、アベリチー、3回アグレッシブ、あ、焦ぬ輝き、焦ぬ輝き、色あせぬ私たちの思い出、色あせない私たちが残した何言ってんだ俺、あ、味方襲撃女味方襲撃オノファイヤー、味方襲撃小学生、味方につけるとねミスマッチファイヤー来るんで、ハンサムガイ、ハンサムガイ多いね、なんかハンサムアピがね今日多いですね、縦2回しか光らない、もう縦とか期待してないもういいよ黒崎駿黒崎駿男やけど、キズのメルなんで、まあ、全然違う、まあ、キズの褐色、あ、バフはお任せリズエットね、超強いね、あのよくさ星1星2舐めてるあのビギナーいるけど、星1星2超強えことあるから、マジで、あの上級者でも使うことあるから、上級者って言ってみるか、トップス、あ、トップ、うん、まああるか、まああるのかな、わかんない、いやでも 上級者というか強い人はある、お、コネクト、おー、来た、やったおい、俺はキリト、よろしく変わんない、俺はキリト、よろしく気取った感じの喋りいいですよ俺はキリト、よろしくいやまあね、いやもうこれでね手に入ったならもう十分嬉しいです。74、これね、アクセルアビリティだったら突ってもまあ嬉しかったですけど、アクセル自体は別に突んなくても、まあアクセルとして使えるんで、まあでも、これだけね、もらえたっていうのはまあすごい、あ、いやでも十分引き、だってまだ7385残ってるんで、そうですね、本当は福袋も引きたいとこではあるんですけど、福袋引くには、ちょっと、俺の、生じスキルが何枚だろう、580枚あるんで、おそらく福袋引いても被ると思われるので、やっぱ新規ピックアップを確実に狙っていった方がまあいいとは思うので、まあ、今日はちょっとこの辺りに、していこうか、していきますかね。いや、ありがとうございました。こういう風にね引きがねいいこともあるので、やっぱね、運ですね、本当に。運営のいじめとか、めっちゃ言ってましたけど、まあ、運営が調整してるわけでもないと思いたいですけどね。まあ、今回はね、すごく、まあ、良かったので、ね、ぜひね、皆さんもね、特に本当に、この、決戦、マジおすすめ、始めたて、なんだろう、テンプレとか言ったら多分誤解与えると思うんですよ。本当に場面によるんで、入れた方がいいスキルっていうのは。なんですけど、まあ、フルバーアビリティで突攻撃時攻撃力 35% 上昇っていうのが、本当にね、使いやすいと思うんです。ただし、継続性ダメージ、まあ、10% 低下するんですけど、まあ、それ加味してもまあ強いみたいなこともね、あると思うんで、まあ、これくらいはね、接続性インゴットでね、カバーできるレベルなんじゃないかなとも思うし、まあでもやっぱさらなる強さを求めるんだったら、まあ本当はね、ない方がいいみたいな感じになるんでしょうけど、まあ、それでもやっぱり、まあこの突攻撃時 35% っていうのが大きいと思うので、皆さんもね、ぜひ、また、ぜひ引いてみてくださいとか、また言っちゃった。今日はね、ココネさんのね、前からお送りいたしました。ココネさんね、もう引退しちゃったんですけど、NPC ね、応募 NPC、当選して、まあ、ここの NPC になったんでね、残ってるんでね、まあ、いつでもね、ココネさん見に来たい人はね、61-2 のね、ここにいるので、ぜひね、見に来てみてください。61はね、どの、サブクエスト NPC も当選したもので、まあ、このフロアですね。このフロアは多分ここ、あっち、ここだっけな。霧雨さんがいるんで。で、俺は50層あって当選して、
あの50層のアルゲードでね歩いてるのが見られるんで、まあ、よかったら見て、見てくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。